えー、こんにちは。9月の27日金曜日の株とか汗の売買シナリオでございます。えー、現時刻が今3時33分30秒という時間帯でございます。えー、さて本日でございますけれども、えー、今3時33分ということですので、まぁ、あ、大今から、実は今から10分ぐらい前でございますけれども、日経 CNBC のラップトゥデイに、えー、まあ電話にて出演させていただきました。まあちょっとこの辺の詳細のところは特にユーロドルを中心としてお話しさせていただいたんですけども、 えー、まあユーロドル、ニューヨークのオプションカットまで、まあロンドンフィクシングだとか、その辺、まあ日本時間の深夜、あの、23時のないしは20時、1.09の水準まで、えー、もう一回ですね、まあ今1.09の14水準でございますけども、ユーロ売りどれがいが要は強まるのかどうか、まあそうしたところは、まあ大きなポイントになってくるというふうにして睨んでるんですが、2017年の5月以来、まあちょっとユーロドルなどなかなかお取り組みしてらっしゃらない方も多いんではないかなと、ちょっと感じたりもするんですけども、えー、やはり、えー、欧州圏 これ EU の離脱も含めて英国の方も大きな影響を与えてくるというところでございます。ちょっとユーロドルの方を触れさせていただいたんですが、こちらの方はブログ、リキアのエフェクト上のところでもちょっとチャートの書かせていただいておりますので、ぜひですね、その背景などちょっとチェックしていただければと思います。もちろん、今回のこのドル円のシナリオにおいても、まあ、やはり関係してくるというところでは後ほど改めてお話しさせていただければというふうに思います。さて、で、これが今、今さっきでございます。15時、まあ、10分ぐらいからだったでしょうかね。ちょっと出演させていただいたんですが、 その前に午前中でございました、えー、ラジオ日経さん、えー、マーケットプレイス。まあ、こちらの,のは毎週金曜日出演させていただいております。えー、アランさんの後でございましたけれども、10時から、えー、ラジオ日経さんのマーケットプレイス、こちらのも出演させていただいた経緯でございますが、こちらのはラジコで聞けますので、こちらのでもぜひご視聴していただければというふうにしておりますが、基本的にはドル円、ちょっと上下限の中では、まあガチガチなんじゃないでしょうかというようなお話をさせていただきました。それと、まあ、消費増税というようなイベントも 来週控えてるわけでございますけども、まあそれはちょっとあまり縁に関しては大きな影響を与える云々というよりもちょっとまだまだ先々の話と。えー、それよりももうちょっと目先、四半期ベース期末での延展時給、えー、ないしは来週でございますけどもね、10月の1日から中国の国慶節というところでは中国、 7連休入ってまいりますのでね、チャイナマネーの動きというのがちょっと気になるというようなお話をさせていただいております。さて、で、本日の東京市場でございますが、9月の配当取りというのもこれ通過してというところでございましたが、日経平均株価、えじり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 とやはりですね、イベントの方が終わってというところなんでしょうか、ロングポジション、やはりちょっと打ち返しをしてしまったのかなというところだと思います。えー、2週間ぶりのちょっと安値とこういうところでございましたけども、まあ、トランプ大統領の、まあ、 どうなんでしょうね。この辺のリスク、えは、私はちょっと個人的にはまだまだ大きな問題にはならないんじゃないかなというふうにして見ております。というよりも、もう長引くだろうと、今更うんぬんというような話にはならないんじゃないかなというふうにして見ているんですが、いずれにしても、本邦のこの受給事情というのはちょっと終わったところではジリアスになったというところだと思います。で、ドル円レートの方でございますけども、え、ニューヨークの終盤において、中国の外務大臣の方からですね、米中の通商交渉に向けての、まあ、前向きな発言というところで、 まあえー、それを大義名分としてドル買い円売りというのが進んだんですが、最終的にはやはり107円台の後半に押し返すほどの、まあ、ちょっと と、手がかり何というとこなんでしょうか。えー、現時点においては、どれが107位の78銭。えー、東京市場時間ではざっくりとですが、65、まあ、6585ですか、まあ、6580。えー、107円の65から65銭から85銭ぐらいの間を中心とした値動きになっているというとこでございます。現時点は、東京金融取引所クリック株365の方は、21900投円水準というとこです。さて、で、これを踏まえてでございますが、週末の欧米市場の 焦点は何なのかまあ、先ほどの、えー、ラジオ日経さんないしは日経 CNBC 出演させていただきましたがちょっとそうしたところでは申し上げてないところの注意点をこの場合下、えー、ご覧いただいている皆様方にチェックとして、えー、注意点としてご案内させていただきたいと思いますドル円からでございます、えー、まあ、ちょっといっぱいイベントがございますので大きくマークしなかしませんでしたがこの指標の中で一番下のところに書いておりますけれども週末 えー、英国の保守党の大会がございます。で、そもそもでございますが、ボリス・ジョンソンさん、えー、これを覚えて、皆様方も覚えてらっしゃると思いますけど英国議会ちょっとお休みにしてほしいというようなことを言ったんですけども、これは思いっきり否定されてしまいました。えー、そうしたところはかなりですね、まあ、 野党の方もそうでしょうし、保守党内部からもそうなのかもしれませんが、求心力が低下しているという点はかなり否めないのかなというふうにして思います。えー、そうした状況も踏まえて、ポンドの方でございますが。ちょっと後ほど、これはチャートの方、冷やしベースなんですが、ざっくりとどの辺がポイントになっているのかもちょっとご案内させていただきたいと思いますが、ポンドドルの動きないしはポンド円。まあそうしたところの振り、まあれ幅と、ユーロドル。ユーロドルもちょっと複雑なところでございますけれども、先ほど申し上げました通り、 1.09、えー、水準のこのオプションの水準を意識してというところなんですが、つい先立ってでございます。反ハト派と目されておりました、あラブテンシュレーガーさん、ECB のセムレジ、共有におやめになったんですよね。で、そうしたところで、えー、反ハト派でございました。まあ、ちょっと高派的なところだったのかもしれませんが、一方で、えー、デギンドス ECB 総裁の、まあ、今夜の講演もありますけども、えー、クノットさん、オランダの中銀総裁、まあ、この方も、この方はですね、 つい先だってね、インシービの時の、まあ、フランスとドイツもそうなんですが、オランダの中銀の総裁も、利下げには、まあ、緩和にはちょっと反対をしてたというような、一部報道ございました。そうした中では、今日どういった内容で出てくるのか、ユーロドルは、あ繰り返しになりますが2017年の5月ですから、まあ、ざっくりとに。に え、2年5ヶ月ぶりの安値券。えー、こうしたところで週末調整だとか期末での売りが出てくるのかどうか、特にユーロドルだけではなくてユーロ円の動きというところでもユーロ売り円転というような形が出てくるようですと、ちょっとユーロのーま下押し懸念。 え、まあ、売り、ユーロ安圧力というんでしょうかね。え、ちょっと今夜は警戒されるのかな、とううして見ておりますので、こうしたものに振られるのかどうかも一応チェックしていただければというふうにしております。で、ちょっと前置き長かったですが、今回のドル円、売り買い待機とさせていただきました。107円の40銭から107円の90銭の予想レンジ。A 案は7の45で買って7の80で売る35銭幅狙い。で、アゲンスト。えー、こちらの方は107円の10銭ということで、えー、まあ35銭下がってしまったら損切りと。 35セ幅狙いで35センディスクというのが、えー、え、え、え、案でございます。で、ちなみに7の当選にした根拠というのは、まあ、107円のところの節目なんですが、冷やしの雲の上、上限だとか、240分足ボリンジャーバンドのマイナス2シグマ、ここがちょっと割れたら万歳と。で、もうちょっと、 ちょっと耐えたいんだという方もいらっしゃると思いますが、この米印でマークさせていただきました。106円の90銭ぐらいまで、この辺のところちょっと一応ですね、えー、買い欲が出てくるのかどうかというところも注意深く見たいんですが、107円台の前半から半ばでロングポジションメイクしているのならば、やはりここでは一旦仕切らないとですね、来週ちょっと身動き取れなくなってしまうのかなというところでマークさせていただいております。で、一方で B 案の方でございますが、7の8号で売る、ちょっと後半がやはりかなり重いですね。えー、週足の ボリンジャーの中心線もなかなか超えていくことができず、そして240パンシボリンジャーのプラス2シグマ、1 0円の98銭9輪、まあ、要は百八円水準。ここまでちょっとおぼつかなかったというところでございました。百七円の今回は八号で新規売り、買い戻しは百七円の四十五銭、四十銭幅狙い。で、アゲンストでございますが、こちらの方はですね、ちょっと短めにというところで、三十銭リスクというところで考案いたしました。三十銭幅狙いの三十銭リスクというところです。基本 的には、まあ、あとは、米国の耐久財受注なども、まあ、ちょっと注目されているところではございますけども、えまあ、予想通りという形になれば、意外とま、ちょっとスルーされてしまうのかな、そんなイメージも見ております。週末の調整というところがどの程度まで出てくるのかと、こういうところは、ま、ちょっとポイントになるのかなと。その他個人所得、で、PC など、これデフレーターのところの水準というのもちょっと意識しておきたいところでございます。え、で、繰り返しになりますけども、やはり、ポンドドルの動きというところでしょうかね。 え、ま、採決に向けて、有利脱に向けた全然、ま、与野党全然足並みが、え、逆に言うと揃って反対してるというところでございますので、え、ボリス・ジョンソンさんの意向に対して、もう全然、もう全く違う方向に行っちゃってるよね、というところでございます。もう一部では不信任案も含めて、もう辞任云々というところでは政治的な不透明感は非常に強いというのが、ま、ポンド絡み、英国動向でございますので、こうしたところでのヘッドラインニュース、 分ご注意をしていただければというふうにして思います。東京金融取引所クリック株365日経225室でございます。 現在が21,910円数字の先ほどと変わっておりません。えー、前回のこの買収のところでは配当取りを狙いでというふうにして申し上げましたが、えー、ちょっとかなり邪道ではございました。で、改めてでございます。やはり上値がちょっと重いですね。えー、そうしたところで今回売り買い待機とさせていただきました。21,800円から21,975円の要素オレンジ。えー、エアの方は21,800円で買って21,950円で売る150円幅狙いなんですが、えー、アゲンストの方は抑制いたしました。 21,700円150円幅狙いで100円リスクしか取らないよというところです21,800円が維持されるのかどうかというのは240分足のボリンジャーマイナス2シグマないしは週足の雲の上限、えー、ここの水準がもう大きなポイントになってくるだろうというふうにして見ております、えー、現在が先ほど申し上げた通り21,900等円という風うにして申し上げましたが 今日今のところの一番安いところでも21,822円水準でございますので、800円、850円ぐらいのところになったらちょっとえいやーというような形で買いたい。そんなイメージを、まあ、バイエントリーの場合はイメージしております。一方で、売りの方でございますけども、ちょっとずるずるっと下がってきてしまいましたが、どの程度までもう一回押し返してくれることができるのかどうか、え。ー b 案は21,950円で売って2万トンで800円で買い戻し。えー、ただしこの800円、850円というとこちょっと硬いのかなというふうにして見ておりますので、えー、クイックレスポンスでもう利益確定できるならばすぐにか、えー、まあ、え、 確定。まあ、買い戻ししてもいいんじゃないかというのがイメージとしては B 案でございます。え、で、損切りのところでございますが240万ン絞りんじゃの中心線を超えて22,100円になったら、まあ、この辺のところはやっぱり堅調だったのかというところで、ショートを振った場合でも一旦は損切りというようなイメージを見ております。で、本日の日経平均でございますけども、まあ、この辺のところは、 今日はまあ、9月の配当権利落ち日というところで、配当値を考慮してのま、下落というの、これはいた方ないのかなっていうふうにして思うんですけど、一部ではその、この週末ですね、国慶節を前にして、 香港でまたまたまあ、抗議活動があるんじゃないかだとか、その辺のところは規制がしっかりしてるんじゃないかだとか、ちょっと海外政治の不安というのがまあ、くすぶりを意識させてる。まあ、この辺のところはおそらく、あの、個人的には国慶節を意識して運用リスク回避というところは、機関投資家を中心とした動きの方が強いんじゃないかなとして見ているんですが、上値重さというのはやはり外部環境から指摘されているとこういうところが聞こえてきたところでございます。えー、で、本日のマイナス強度としては18円で SBG。 え、9984がこれちょっとトップでございました。で、プラスキュードとしては、えー、ファナック c 6 9 5 4あとはアドキャスト6857というところなんですけども、今日はやはり、三31業種2業種しかちょっと上昇できなかったんですが、えー、精密機械だとか工業、 え、こちらの方が、まあ、やはり、ちょっと踏ん張ってくれたのかな、というところ。えー、まあ、そうしたところでは、まあ、配当落ちがいたしましたので、ね、値下がりが1600超えておりますけども、大きく本邦の株式市場の基調が崩れたというところではございませんので、えー、基本的なリスク回避圧力の動き、ます、あ、それと、まあ、持っていたものを週末のところでは一旦は、ポジション、えー、9月配当終わったので、 取り崩したと、おいうところ。まあ、あそうしたところは結果だったのではないかなとううにしてみております。えー、で、改めてですけども、クリック株365の方では21,800円、850円。この辺のところが維持されて、で、まあ、来週また、あー おはようございますのところになっているんだったらば、もう一回ですね、上値試しをしてくれる期待値がある。まあそうしたところでちょっとドル円の動きもですね、横に睨みをしていただいて、まあお取り組みしていただければというふうにして思います。ただし、ちょっと原則でございますけども、週末でございますのでね、無理にお取引なさらなくても、レートのチェックだけ、こちらの方だけでも結構だと思いますので、動きだけは十分チェックしていただいて、来週の動きにですね、まあご参考にしていただければというふうにして思います。 こちらでございます。先ほど申し上げました。ポンド円の動きでございますけど今が132円の88銭水準でございますけども、やはり、えー、日足の一目均衡の、えー、この雲のお上限ですね。132円の18銭水準。ここをですね、どの程度まで、えー、まあ、攻防っていうんでしょうか、ね、押し下げていって維持されるのかどうか。ちょっとポンドのところは根、ね、が飛びやすいですが、まあ、ちょっと連続陰線的になっておりますが、こうした水準感を意識して、で、一方で、 ちょっと俯瞰的に見たところではございますけども、ダブルトップ、ダブルボトムができてますよというところが、もう、えー、7月以降、ちょっと気になるところでございます。135円の75銭が、まあ、上値でダブルトップ、下値でございますけども、えー、126円の75銭でダブルボトムというところでございます。まあ、この枠組みの中でなってくるのは、ちょっとここまでそれぞれ、えー、アプローチするとはちょっと思っておりませんが、俯瞰的な形でのこの枠組みと、そして今般のこの、 冷やしの雲の上限水準を、どの程度まで、まあ、アプローチするのかどうか。まあ、ないしはこの辺のところが支えられるのか。そして、ユーロドルにおいた1.09の水準、この辺の攻防 というのは、えー、ニューヨークのオプションカット。まあ、ないしは、ロンドフィクシングの時間帯。えー、こうしたところをちょっとご念頭に置いといていただければというふうにして思います。さて、それと、えー、週末でございますので、週間為替見通し、こちらの方、当社ウェブサイト、もしくは、ま、一部のメディアさんでお取り上げしていただいておりますので、タイトルの方をご紹介させていただきたいと思います。えー、消費増税10%でも、 縁不動と読む局面と放題させていただきました。えー、まあ、要はなんで、えー、今まで過去、安倍政権は、 え、消費増税を延期したんだっけと、こういうところもちょっと振り返って、で、それが円にどういった形で、え、波及してくるのか、そうしたところの内容で、考察してご案内させていただいておりますので、ぜひごご覧いただければというふうにしております。さて、ちょっと最近はですね、天候の方もちょっと涼しくなってまいりました。マーケットのセンチメントもちょっと変わってくるのかどうか、気候同様ですね、リスク管理、健康管理の方も十分お忘れないように、週末をお過ごしいただければというふうにしております。以上、9月の27日、金曜日の 株と為替の売買シナリオでございました。